どうもちゃんです今日もよろししくお願いします今日は簡単な言葉で理解できる「Do you」と「Are you」の違いを身につけていただきますので最後まで一緒に頑張っていきましょうまず「Do you」と「Are you」の違いですが「Do you」と「Are you」っていうのは質問する際に使うフレーズになってますす、まあ、日本語だと〇〇ですかこんなななような感じになります。 それでいくつかの条件に当てはめると使い分けやすくなりますのでどんな時に Do you を使うのか Are you を使うのかっていうのを定義を見ていきますのでぜひ覚えてくださいまず Do you の使い方ですが Do you っていうのはその後に必ずまあ動詞の原型がきますなので行動を表現する言葉ですね特にどういうものかというと一つ目が相手の習慣や日常の行動について質問するときですね 二つ目が相手の考えや思いを確認するときです。これが Do you の定義になります。次は Are you の使い方ですが、Are you っていうのは、その後に形容詞とか名詞が来ます。用、ま、詞、あ、とか状況、気持ち、人、場所。これを表す言葉になります。特に誰なのか。アメリカ人ですか っって言った時なんかは are you を使います次は2番相手の今の気分や気持ちを聞く時ですねなので大丈夫ですか気分はいかがですかとかこんな時にああいうを使います3つ目は現在していることについて聞く時ですなので今何してますかとか何しているのって聞く時なんかはああいうを使います4つ目がこれからすることについて聞く時ですね明日何してるのとか明日どこ行くの っって言った時なんかは Are you を使いますそれでは定義を確認しながら一緒にエクササイズしていきましょうそれでは始めましょう日本人ですかは英語で質問してみましょうこれは Japanese は日本人ですよねでこの時に使うのが Are you Japanese? なぜかというとこれは 誰なのかのの定義1番ですね。誰なのか、何者なのかっていうのを聞くような質問なので「Are you」を使います。「Are you Japanese?」「<you> 料理はしますか?」は英語で質問してみてください。でこの場合はまる c o o k で Do you cook? を使いますなぜならば、習慣的な行動ですね。Do you の定義の一番に当てはまりますので、これは Do you を使います。Do you cook?Do you cook? 英語を話せますかは英語で質問してみましょう。この場合は 〇〇 English でこの時に使うのは Do you speak English? を使いますでこれはどうしてかというと Do you の定義の一番ですね習慣的な行動になりますので長期的に見てあなたは英語を話す人ですかというような感じで質問してますのでこれは Do you? を使いますでちなみにこれは Are you の場合だったら Are you speaking English? English になります。これは Do you の場合だと動詞が原形でスピークですけど、Are you です s スピークに ING がつきますので、Are you speaking English? になった場合は、これは今現在あなたは英語を話しているんですかというような意味になります。なので英語を話せますかの時は Do you になりますので、Do you speak English? になります。Do you speak English?Do you speak English? スペイン語も話せますかは英語で質問してみてください。これはまる also speak Spanish なので、do you を使います。これはなぜかというと、do you の定義の一番。習慣的な行動だからですね。先ほどの質問と全く同じです。ただし、also という言葉でもを付け足しただけになります。do you also speak Spanish? Do you also speak Spanish? もうすぐ帰りますかは英語で質問してみてください。これはままるる home soon。soon っていうのはもうすぐですね。で、この時に使うのは Are you going home soon? で、この時は Are you を使います。

with us っていうのは私たちと一緒にって意味になります。なので、この時に使うのは、Do you want to come? want to come to? 来ませんか来たいですかっていう意味になります。これは相手の考えを確認するっていうことになるので、Do you の know 定義2番になります。Do you want to come with us? Do you wanna come with us? 明日はは何をしているのは英語で質問してみてくださいこの場合は What 〇〇 tomorrow? でこの時に使うのは What tomorrow? Tomorrow are you doing 何をしていいるのです、ね、tomorrow っていうのうは明日ですでこれはこれからすることについての質問になりますので「Are you」の定義の4番になります What are you doing tomorrow? You doing tomorrow? 何が飲みたいは英語で聞いてみてください。これは、what ○○ to drink になります。で、この時に使うのは、do you want を使います。相手の考えを確認するときは、 Do you? を使いまますすこれ Do you の know の定義の2番になります What do you want to drink? What do you want to drink? どこへ行くのは英語で質問してみてください。これは where? 丸々 going. ですねでこの時に使うのは are you? を使いますなぜならば これからすることについて聞いてますので「Are you?」の定義の4番になります。Where are you going?Where are you going? 大丈夫ですかは英語で質問してみてください。この場合は〇〇 ○○OK。OK というのは大丈夫。ですかというのは Are you? を使います。 なぜならば今の気分や気持ちを聞いてる質問になりますので「Are you?」の定義の2番になります「Are you okay?」「Are you okay?」今日もこれで以上となりますぜひ今回の「Do you?」と「Are you?」の使い分け方理解できましたでしょうかきちんと理解できるまでしっかりと練習繰り返しやってみてくださいそれではありゃす